セせバエは、ハエもく、はえあタマキヌイぬい感覚群、ハいシタメ、セせバエカに属する昆虫の総称である。セせは、ツアナゴでハエを意味する。2001年現在、23種8野種が記載されており、グラッシーな一族のみで一家を構成する。吸血性で、アフリカトリパノソーマ症の病原体となる、トリパノソーマである、ガンビアトリパノソーマや、 ローデシアドリッパのソーマなどの媒介種として知られる。体長は5から10ミリメートル。他のサナギ小類のハエと異なり、典型的なハエらしいハエの姿をしている。興奮は、ハエで、一般的な唇状ではなく、イエバエ家の差し媒など他の吸血性のハエと同様に、硬化して針状となり、吸血に適した形状となっている。触覚の第三節のハシトゲは、枝分かれしており、 静止時には羽をハサミの葉のように重ねる。アフリカ大陸の北緯15度から南緯20度の範囲のうち約1500平方キロメートルの範囲にのみ分布する。そのため、この井戸の範囲はチ、ゼェ,チェベルト地帯と呼ばれている。化石はアメリカ合衆国コロラド州の全身魚の欠眼から得られており、かつては現在よりはるかに広い範囲に分布していたと考えられている。 生息環境は種ごとに公的な環境が異なっており、熱帯雨林、乾燥地、マングローブなど多種多様である。死ゆともに哺乳類や鳥類から吸血し、血液を栄養源として生活しており、一度の吸血で40から1 5 0ラムの血液を摂取する。この点が、メスのみ、卵巣発育のための栄養源として吸血する、カやアブ、ブイユなどと異なっている。 宿主の先行性は、環境や野生動物症などによって変化する傾向はあるもの、主特異的な傾向はあり、特定の哺乳類を好むものや、機械的な吸血をするものが知られている。ヨーロッパ人は、アフリカを植民地化した際に馬を持ち込んだが、テツバエに刺されて眠り病にかかることが多く、使い物にならなかった。しかしテツバエと生息域が重複するシマウマは、 体毛が極端に短く吸血が容易であるにも、かかわらず、眠り病にほとんどかからないため家畜化が試みられた。2014年には、カリフォルニア大学デイビス校のティムカロ博士らの研究チームにより、節梅は色彩が均一な面を好んで着地し模様のある面は、避ける傾向にあることが実験により確認されたことで、シマウマのシマ模様は、節梅などが媒介する。 伝染病から身を守るためである可能性が高いとの研究成果を発表した、セセバへの生態で非常にユニークな点は、その繁殖方法にある、メスは産卵するのではなく、体内の子宮で一度に1個の卵を保持し、孵化した幼虫は6から7日かけて、メスの分泌する栄養物質を子宮内で摂取し、老熟幼虫にまで発育してから産出される。 幼虫は速やかに植物の影など、直射日光の当たらないところで道中に潜って、蛹となり、30から40日後に羽化する。一個体のメスは化後80日例までに、産種可能であり、生涯に6から8回の産種を繰り返すと言われている。こうした繁殖方法は、同じハエ類の中では、節場同様に哺乳類や、蝶類の吸血者として特殊化した。 シラミバエかやコウモリバエかでも知られており、三死後すぐにサナギになることから、サナギ生類と総称されている。2001年現在で一族23種8アッシュに分類されており、大きく3つのグループに分かれる。セセバエの媒介するアフリカトリパノソ馬マ症に対する予防接種はなく、吸血されないように虫よけスプレーや衣服等で予防するしかない。前述のようにシマウマのような、 島模様には設置したがらないという性質はあるが、完璧な対策ではない。治療薬には最近、エフロルニチンという新薬が開発されている。メスのテェチェバエは、生涯に、数個体しか幼虫を生まないため増殖速度はそれほど、大きくない。そのため、テェチェバエの駆除は、アフリカトリパノソーマ症の蔓延を阻止する上で、有効性が高い。テェチェバイの養化場所であるヤブヤシゲミの伐採。 地表面への殺虫剤の散布が主な駆除法として挙げられる。また、誘引剤付けの罠や家畜にもともと殺虫剤を散布しておく生きへという駆除法もある。エチオピアでは不妊虫放し飼いによる根絶策が研究されている。 http://www.nature.com/.articles/.nco.mms4co3co.hat.marching.anserink.welcome to ethiopia.sfly factory.science.317.310 から 313.doi.10.1126.science.317.5836。310。 ありがとうございます。